それではこれからドラムの基礎練習8番の紹介をしていきます。ここからは足の練習も加わってきます。まずテンポ100くらいでトレーニングを始めてみてください。基礎練習8番の楽譜ですが、このような楽譜になっています。ひたすら練習してみてください。